先輩、今日はありがとう。思い切って告白してよかったな。なんだよ改まって。俺も香織のことずっと気になってるし、またデートしような。嬉しい、絶対だよ。かわいいね。ちょっと暇ある。え、ねえ、暇でしょ？付き合ってよ。ねえ、ちょっと。大丈夫、これで痛みも感じない。出血も狭くない。さん、待った？うん、全然。ねえ、見て見て、ネイルの新作。あ、今回のネイル、ちょっと変わった感じだな。へえ。ネイルの店、順調そうだね。うん、なんとかね。あ、そうだ、倉太郎、次の声見に行くね。あ、ありがとう。マリノ、歯磨き早すぎるぞ。あー、いいじゃない。磨きすぎも歯に良くないんだぞ。そんなことないようだ。徳田平吉の徳田で一番。皆さん、おはようございます。徳田平吉です。特選スクープでお送りいたします。ただいま、私徳田が来ております。ここは先週
隣町から通学しておりました。あれ、また人事件か。かおりさんと一緒にいらっしゃったということですが、あの日はバイトがあって家まで送ってあげられなかったんで。かおり、俺が絶対見つけてやるからな。かおり、落ち着いて、帰った。目撃者の証言によりますと、この子男に車に押し込まれ連れ去られたということですが、この子ドールにそっくりよ。連続して起こっているドール失踪事件、ほら一番下のあのドール、失踪事件から。あ、そういえば似てるかもしれないな、被害者はいずれも10代から20代前半の若い女性で、あのさよかさんに似たドールが一番可愛いんだよね。次は見つかれるところであります。おはようございます。お兄ちゃんは小さな劇団を作って子供たちに人形劇を見せている。兄弟揃って人形にハマっているというわけだ。こっちよ。三つ葉、誰かが私を見てるの。え？見てるって誰が？誰がって私のせいじゃない？え、でも大丈夫、変質者が出たら私が丸の守ってあげるよ。三つ葉、お、ねえねえ、ちょっと君、君、さあさあ君、ね、今からさ、遊びに行こう。そうだからさ、ね、いいじゃん、行こうよ。うわぁ、痛えなぁ、引っ張ったことないだろ、あの女。せっかく声かけてやってるのによ。うん、わぁ、いい女。俺、ああいう気の強そうな感じ好みなんだけどなぁ。あ、でもまあ、お兄ちゃんがな。あ、おい、まさや、このポイストはいけませんよ。今夜、一緒にどう？いいわよ。名前は？さくら。いい名前だ。ほら、ほら、これ見て、かわいいでしょ。どう？うん、いいいい。あれ何？あー、面白そう。マリノマリノ、タロット占いだって見てもらおうよ。え、私はいいの？何を見てほしいんだ？ねえねえ、恋愛を見てくれる？12年も前から一人の人を愛し続けてますの？まもなくあなたの思いは相手に届くよ。ただし命がけの恋になるかもしれないね。